IMP1 周年記念。平野章、神宮寺優太、岸優太からの特別メッセージに感動。IMP 結成1周年。ナンバーアンダーラインアイメンバーからの祝福とファンとの絆に涙する瞬間。2024年7月14日、IMP は結成1周年を迎えました。この特別な日には、 ファンの皆さんやメンバー同士での心温まるメッセージのやりとりが数多くありました。IMP のメンバー、そして彼らを支えるピンキーたちの絆は日々深まっていき、まるで家族のように強固なものとなっています。しかし、特に感動的だったのは、同じ事務所で活動しているナンバーアンダーラインアイの平野章、神宮寺勇太、岸雄太から送られた祝福のメッセージでした。彼らのメッセージは、 IMP のメンバーにとっても大変な励みとなり、友情の深さを改めて実感させるものとなりました。まずは平野翔からのメッセージです。IMP の結成1周年、本当におめでとうございます。皆さんがどれほどの努力を重ねてきたか、そしてその成果をファンと共に楽しんでいる姿を見て、とても感動しています。これからも一緒に夢を追いかけ、さらなる高みを目指して頑張ってください。 僕たちナンバーアンダーラインアイも、皆さんの成長を楽しみにしています。彼のメッセージには、仲間としての敬意と友情があふれていました。次に、神宮寺雄太からのメッセージです。IMP 結成1周年おめでとうございます。1年前、皆さんが新しいグループとして歩み始めた日を思い出します。あれからの1年間、皆さんの活躍を見て、たくさんの勇気をもらいました。 これからもそのエネルギーを持ち続け、ファンと共に素晴らしい時間を過ごしてください。僕たちも全力で応援しています。神宮寺のメッセージは、彼が IMP の成長を見守り、彼らの成功を喜んでいることを強く伝えていました。そして、岸優太からのメッセージです。IMP の皆さん、結成一周年おめでとうございます。この一年間、 本当にたくさんのことを経験されたと思います。僕も皆さんのステージを見て、たくさんの感動をもらいました。これからもその素晴らしいパフォーマンスで、ファンの皆さんを楽しませてください。僕たち n o ーアンダーラインアイも、皆さんのことをいつも応援しています。士のメッセージには、仲間としての温かい応援と励ましの気持ちが込められていました。この3人からのメッセージを受け取った IMP のメンバーたちは、 感動と喜びを胸に抱きました。特にリーダーの影山は、このメッセージを受け取って、本当に嬉しいです。ナンバーアンダーラインアイの皆さんも僕たちを見守ってくれていることを知って、さらに頑張ろうという気持ちが湧いてきました。これからも共に成長し続けたいです、と語り、その言葉には深い感謝の意が込められていました。IMP の結成1周年を記念するこの日には、 たくさんの愛と感謝があふれています。ナンバーアンダーラインアイからのメッセージに感動しファンからの応援に力を得て IMP のメンバーたちは新たなステージへと歩み出します彼らの未来には多くの挑戦と成功が待っていますそして彼らを支えるファンと仲間たちがその歩みを見守り続けることでしょうまた他のメンバーたちもそれぞれに感謝の気持ちを表していました 横原は、僕たちのことをこんなに応援してくれて、本当にありがとうございます。これからもファンの皆さん、そして仲間たちと共に歩んでいきたいです、とコメントし、吉川は、この一年は本当にたくさんのことがありましたが、こうして祝ってもらえることが何よりの励みになります、と感謝の意を述べました。IMP のメンバーたちは、この特別な日を迎えるにあたり、これまでの歩みを振り返りながらも、 未来への決意を新たにしました。彼らの成長と成功の背後には、仲間たちの支えと、ファンの絶え間ない応援があります。彼らはこれからもその支えに応えるべく、さらなる努力を重ねていくことでしょう。IMP の結成1周年を祝うこの日、ファンからのメッセージも数多く寄せられました。IMP 結成1周年おめでとうございます。 これからもたくくささんの笑顔を見せてください、や、新曲が出るたびにどんな世界を見せてもらえるのか楽しみにしています。これからも一緒に楽しい日々を過ごしましょうといった温かいメッセージが次々と届きました IMP のメンバーたちはこのようなファンの声に依頼ながらこれからも新しい挑戦を続けていくことでしょう彼らの音楽とパフォーマンスは多くの人々に感動を与え笑顔をもたらしています。 そして、その背後には、彼らを支える仲間たちとファンの愛があります。これからの一年も、IMP はさらなる高みを目指し、新たなステージへと進んでいくことでしょう。彼らの成長と活躍を、私たちも楽しみにしています。IMP のメンバーたち、そしてピンキーの皆さん、結成一周年、本当におめでとうございます。これからもその素晴らしい絆を大切にしながら、 共に歩んでいきましょうそして IMP の結成1周年を記念するこの日はまさに新たなスタートの一歩でもありますナンバーアンダーライン・アイからのメッセージが示すように同じ事務所で活動するアーティストたちとの絆もまた彼らの成長に欠かせない要素です彼らの温かい祝福と励ましは IMP にとって大きな力となりこれからも彼らの努力を支えてくれることでしょう IMP のメンバーたちは、この1年間で数多くのステージをこなし、多くの楽曲をリリースしてきました。ファンとの絆も深まり、ピンキーたちの応援はますます強くなっています。ファンからのメッセージには、彼らの音楽やパフォーマンスがどれほど多くの人々に感動を与えているかがよくわかります。IMP は新曲が出るたびに、どんな世界を見せてくれるのか毎回ワクワクしています、といった声や、 IMP とピンキーの絆がこれからも続きますようにといった願いが込められたメッセージは彼らにとって何よりの励みとなりますさらに IMP のメンバーたち自身もこの一年を通じて大きく成長しました彼らのリーダーシップやチームワークは日々強化されファンとのコミュニケーションもより深まっていますメンバーの一人であるバッキーはこの一年は僕たちにとって非常に重要な期間でした 多くの挑戦がが、ありりましたたそれを乗り越えるびに僕たちの絆はさらに強くなりましたと振り返りその言葉には自信と感謝が感じられますまた IMP の活動は音楽だけにとどまりません彼らは多岐にわたるエンターテインメント活動を展開しドラマやバラエティ番組などでもその才能を発揮していますこれにより彼らのファン層も広がり ささらにに多くの人々に愛される存在となっています IMP の多彩さは彼らがどれほど努力を重ねてきたかを物語っていますそしてこの特別な日に寄せられたメッセージは彼らにとって新たな挑戦への大きな力となりますこれからもその素晴らしいパフォーマンスでファンの皆さんを楽しませてくださいといったメッセージに応えるため IMP のメンバーたちはさらなる高みを目指し続けるでしょう 彼らの未来には、まだ多くの可能性が広がっています。IMP の結成一周年を祝うこの日は、ファンだけでなく、彼ら自身にとっても大切な節目です。この日を迎えるにあたり、彼らはこれまでの歩みを振り返り、未来への決意を新たにしています。影山は、これからも僕たちは、新しい挑戦を続けていきます。ファンの皆さんの応援があってこそ、 僕たちはここまで来ることができました。これからもその応援に依頼続けたいですと語り、その決意を強く表明しました。IMP のメンバーたち、そしてピンキーの皆さん、結成1周年、本当におめでとうございます。これからもその素晴らしい絆を大切にしながら、共に歩んでいきましょう。あなたたちの音楽とパフォーマンスは、私たちにとって何よりの喜びです。 これからもその輝きを放ち続けてください。IMP の未来に、ますますの成功と幸せが訪れることを心から願っています。